い緑に彩られ、枯れることのない豊富な水が流れる美しい川、愛媛県西条市の鴨川です。神宿る山として多くの人々に愛されている西日本最高峰石鎚山を水源とし、瀬戸内海を目の前に望む西条市に豊かな水の恵みを与えています。お水だよね。そうですね。飲んじゃう。あ、飲みたいです。飲もう飲もう。うわ、美味しそう。あー、美味しい。ひんやりしてて美味しいね。こういう湧き水がね、西条のいろんなところで出てるんだよ。いや、ほんとすごいですよね。そう、西条市は水の都。その豊富な地下水脈から町の中およそ3000カ所も内抜きと呼ばれる湧き水が自噴しているんです。しかもその水質は名水百選にも認定され、おいしい水コンテストでも堂々の全国1位を獲得するほど。自噴しなくても簡単なポンプで十分な水質の水が出るため、西条市街地には水道の必要がない地域が多いという珍しい特徴があります。中には海底から自噴しているところまで。こちらもちゃんと真水なんですよ。西条って水がいいから野菜とか料理が美味しくなるらしいよ。ちょっと何食べます？どうしよっか。もうすっかり食べることで頭がいっぱいの2人ですが、期待しててくださいね。西条自慢のグルメもたくさんご紹介しますよ。今回西条市を旅するのはこの2人。愛媛生まれ愛媛育ちの岡田真紀と、レモンめちゃくちゃ香る、栃木県出身元気いっぱいの宇津弥生。二人を待っていたのは美味しい食べ物に絶景アクティビティ、そして西条を愛してやまない温かい人たちでした。 We love 西条、愛媛西条いいとこ巡り。二人がやってきたのは西条市の西部に位置するのどかな町丹原町です。早速可愛い建物が見えてきましたよ。あ、バームクーヘンって書いてあります。今年の5月にオープンしたばかりのバームクーヘン専門店ペンタファクトリー。自慢のバームクーヘンはショップのすぐ横で焼き上げています。地元食材にこだわり、その食感はしっとりもちもち。新たな西条スイーツとして今大注目されているんですよ。甘くていい香りがするね。ねえ、わあ、いろんな種類のバームがありますよ。ねえ、バームクーヘンの専門店なんですよね。はい、そうです。地元の食材を最大限に生かしたバームクーヘンの専門店になっております。珍しいよね、このいちごとかレモンのバームクーヘンって食べたことある？いや、ないですね。これは地元のものってことですか？そうです、すべて西条産の果物を使用しております。へー、西条って、はい、結構フルーツの栽培が盛んなんですか？そうですね、西条、またこの地域丹原町はですね、非常に扇状地で果物なんかすごく作りやすい環境が整ってまして、まあ、気候にも恵まれるということでいろんなものが年間通して作られています。西条特産のフルーツをたっぷり練り込んだバウムクーヘン、早速いただきましょう。見てください、ツヤツヤ、美味しそう。いただきます。美味しい。ふんわりもっちりしています。そしてこのイチゴの味がすごく濃い。本当のイチゴの味します。これ結
構いちごの果汁入ってます？いちごの果汁たっぷり入れてます。あ、本当にいちごを感じるバームクーヘン。そう、旬の時期に収穫した紅ほっぺ 100% 果汁ソースを贅沢に使用しています。ハードとソフトがあるんですか？はい、左手のがソフトで右手のがハードになりまして、ハードの方はより水分をしっかり飛ばしたバームクーヘンで、ちょっと噛み応えがあるような商品になっております。へ、どっちがおすすめですか？ソフトですね。ソフトなんですね、はい、じゃあソフトのレモンをいただきましょう。はい、どちらもおすすめですよ。レモンバウムも自社栽培のレモンを使用、皮まで丸ごとピューレにして作っています。すんごい柔らかい。うわー、いただきます。レモンめちゃくちゃ香る。すんごくしっとり、手で潰したら果汁が出てくるんじゃないかなって思うぐらいしっとりしてますね。はい、この全てのバームクーヘンのベースになっているものが西条さんの米粉で、その米粉を自社で製粉して作ったものになりますので、それが非常にあのもっちりしっとりの秘訣になります。米粉を使ってるんだ。はい、しかもこの地元の。そうです。本当に地元にこだわったバームクーヘンなんですね。そうですね、バームクーヘンを食べたことある人は世の中いっぱいおると思うんですけども、西条のお米、西条のイチゴ、西条のレモンを使ったバームクーヘンはここにしかないっていう強み、本当この地域の農産物に支えられて、まあ、商品が出来上がる、でそれを皆様に食べていただくという形で、喜んでもらえたらと思ってます。へ、これはここのお店に来ないと買えないんですか？ネット販売も今計画して進行進めております。地元の人だけじゃなくてね、全国の皆さんにこの西条という土地を知ってほしいですよね。はい、その通りです。全国の皆さんのところにも西条の味をお届けできる日は近そうですよ。実は有数のフルーツ王国、愛媛県西条市。ペンタファクトリーの周辺だけでもなんと8つの観光農園が集まっています。大亀さんにフルーツ狩り体験ができるおすすめスポットを教えてもらいましたよ。やってきたのはこちら、鈴の音農園です。ね、お、中にいらっしゃいますよ。こんにちは。あ、こんにちは。鈴の音農園さんですか？はい、そうです。あ、ぶどうがなってる。はい、どうぞ。うわー、うわー、わー、すごい、ぶどうだ。中は一面に輝く金色のぶどう。鈴の音農園の鈴江さんが丹精込めて育てるぶどうの収穫は9月に最盛期を迎えます。すごい、鈴なりにぶわってあって幸せすぎる。これももう食べ頃でしょう。どうかな、まあもうそろそろ、もう 見た目は完全食べ頃なんだけど、ね。鈴の音農園では現在10種類のブドウを栽培していますよ。これ見たことないんですけど、これもブドウですよね。そうです、そうです。ゴールドフィンガーっていうね、種類なんですよ。金の指ですか？金の指です。女の人のマニキュアの指みたいでしょ。おお、美しい。だからこれあんまりスーパーマーケットに出ない、収穫したらすぐ食べてしまわないとね、ちょっと脆い分ものすごい甘いっていう種類なんですよ。へ、じゃあここに来ないと食べられないような。そうですよね、ここに来ないと食べられないから。へ、はい、そうです。今ちょうどこれがいいよみたいなの、ね、これちょうどいいんちゃうかな。いきますか。はい、はい、いきますよ。へ、うわすごい。え、ちょっといいですか。うんうんうん、行ってみてください。え、ちょっと待って、この光に当てると輝き増しますね。ね、ほらゴールドでしょ。ゴールド、ゴールドフィンガー。ほらゴールドフィンガー。え、だってもうこれシャンデリアみたいだね。確かに、なんかランプになってほしい。ねえ。どっちが甘いんですか？どっちかが甘いんですよ。あのね、上から来るんやけど、はい、上から甘さが来て最後に下まで行く。だから糖度計で測ると上が、まあ、0.5 度ぐらい高くてこっちが低いんやけど、はい、糖度が来てるから甘いっていうわけでもなくてね、うん、あの酸味と混じるからブドウの味になるんですよ。
へー。甘いだけやったら砂糖の方が甘いけど美味しくないですよ、そんな砂糖もろに舐めても、はいはい、うん、だからこの酸味がちょっとあって糖度と混じった時にこう混じった感じでこう美味しいので、上が絶対美味しいよっていうわけではない。そうなんだ。上から下まで微妙な味の違いをね、へえ、見極めてみたらどうでしょう。へえ、面白い、知らなかった。ポキッと、おお、ポロッと取れました。身はね、程よい弾力、ぶどう。本当に不思議な形。さあさあ、そのお味は？甘いですね。すんごい甘い。味的にはマスカット系のかなり甘みがある、うん、もうキャンデーみたいでしょ。キャンデーみたい、確かに。もはやブドウではないってぐらい甘いでしょ、うんうん、びっくりするくらい甘い。もう美味しい。シャインマスカットとも違うんですよね。違います、もう随分違います。全部違う、うん、でもマスカットなんですか。マスカット系だけどだいぶいろんなものと、まあ、最近ブドウってね品種改良すごいんですよ。1000種類ぐらいあると思う。もうこんな甘いのは本当に来ないと食べられないですよね。そうですね、そうですね、この畑のいろんな品種の中でも一番甘いのがそれで、とびきり甘いやつですねそれ。甘い、なんかもう果汁がもうギュッと詰まってる感じがする。こう水っぽさとかが全然ないんですよね。ありがとうございます。おいしい。こういうおいしいものができるっていうのはやっぱり西条の土地がいいんですか。いいんでしょうね。あのここは扇状地ってね、川が山から平野に流れる途中のところに扇形に石ころだらけの土地ができるっていう、だからあの水はけがめちゃくちゃいいんですよ。水はけのいい土地が果物作りには適してる。そうです、そうです、うん、へえ、うん、まあ、ブドウには特にいいんですね。あ、そうなんだ、うん、だからこの辺りではたくさんこうフルーツを作ってるところが多いんですか。そうですよね、いろんな種類やってはりますよね。やってはりますよね。って大阪ですか、うん、あ、僕はもともと大阪。え、移住。そうです、僕はもともともう何年前、4年5年前かなに引っ越してきたので、そこから始めたっていう感じです。それまではじゃあこういうことはしたことないです、初めてです。はい、そうなんだ、どうですかやって。何にも知らないのでね、あの本当に近所の周り の, あのベテランの農家さんに手も足も取ってくれないんですけど適当に冷たく教えてもらって、適当にあったかく教えてもらって、でなんとかやってるみたいな。さすが関西ですよね。ですね。もともと農家さんをやろうと思って西条に来たんですか。はい、そうです、そうです、僕は、うん、あの、うん、来てみて何しようか考えようと思ってたんですけど、うん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 、で来ていろんな農家さんをぐるぐる回って、でこの辺やったらこれちゃうかみたいなことを、まあ、言われて、まあ、途中から押し付けられるようにやってるって。ちょっとずつ余計なことが入ってますけどね。はいはい、なんで農家をしようと思った。あ、やっぱりちっちゃい時におばあちゃんの家にあの行って、畑があって田んぼがあって牛がいて猫がいて馬がいたみたいな、そういう暮らしにいつかは戻るはずやと思っていながら、全然そんな人生気配がないので、強引にこっちに来たっていう感じですね。はい、ご家族は。ご家族は無理やりそれはもう仕方ないねって言いながら。じゃあ奥さんもこっち出身ではない。全然ないです、大阪出身です。大阪出身で2人とも関西弁で、はい、貫いてきてます。へえ。奥さんとかどう言われてます、この子の。え、奥さんはその方はタブーですね、もう何言っても仕方ないしねみたいな。愛してるから許してっていう。愛してるからもう愛さえやればどこの土地でもっていう。そう許してくれてるはずやと信じてます。大阪から移住するとき、はい、この西条に決めたきっかけっていうのはあるんですか。大阪は生まれて来た直前は東京におったんですけどね。で東京で演劇を、まあ、仕事にしていた関係で、そのこちらでも演劇の仕事で何回か来てたんですよ。でその知り合いがいたので泊めてくれって言って、うんうん、でその松山の町の周辺を全部新規収納の担当の部署を全部回ったんです。全部の市役所、西条市のたまたまその時の担当者だけがあのすぐにこう案内しましょうって言って、この地元のなんとかさんと会ってくださいって言って、
でその人が あっち行きましょうこっち行きましょうって引っ張っててくれていろんな農家の人にいきなり会わせてくれたんですよ。へで会う人会う人が独特な人でね、でまあ、やっぱ まあ、もうこのこれこの印象だけ信じていこうって思って決めたので、たまたまその人がいなかったら僕はここにいない。これからこう西条でやりたいこととかあるんですか？僕はもうまだ実現してないんですけどね、春と夏だけブドウで働いて秋と冬は思いっきりバカンスやっていう生活をしたいですよ。憧れですね。でまだ、建設の仕事がハウス作ったり、はい、倉庫作ったり、いろんなものを作る仕事がね冬にやらなかったのでね。どうですか今の人生点数でいうと。それは100万点ぐらいじゃないですか。100万点素晴らしい。満たされてますね。満たされてますね、はい、これからのシーズンは栗や柿などの味覚狩りができますよ。もぎたての味ぜひご賞味あれ。食べたことがない味です。不思議な感じ。美味しい。